くー、お疲れ様です。ファインです。今回はこちら、大豆ラボの大豆のお肉で作ったミニフライドチキン、フライドチキンなんですよ。プリマハムさんですね。簡単にね、おつまみを作って宅飲み動画ということで作っていきたいと思います。さあ、それでは早速作っていきましょう。はい、それではね、こちらの後ろ側に作り方が書いてあるんですけども、レンジで作るものになってます。うちの電子レンジは700ワットしかありませんので、20秒ぐらいやればもうそれでできてしまうということです。袋のまま電子レンジで調理できるということで非常に簡単ですね。フライドチキンって食べたくなるんですけどね、カロリーとかどうしても気になっちゃうんですけど、150キロカロリー以内っていうことでね、カロリーが低くなっております。さて、そろそろ20秒経つと思うんですけども、できましたよ。こちらのハローキティちゃんのね、お皿に入れて食べていきましょう。はい、こんな感じですね。もうすでに匂い、フライドチキンの匂いがしてますよ。いただいてみましょうか。柔らかいですね。口に入れた瞬間は完全にフライドチキンです。ただね、ものすごくふんわりしてて、ちょっと肉々しさはないですね。ガンモ的な感じかな。つまみには最高かもしれません。これだけでお酒を飲むというのもいいんですけれども、あと、2品ぐらいおつまみを加えて飲んでいきたいと思いますので。はい、ということで、今回、こちらの特濃けんちゃん豆腐。いいよ。はい。プッチンプリンのように、大豆もやし、キムチですね。乗っけていきます。よいしょ。本当に簡単なんですけど、非常にお酒に合うおつまみの出来上がりでございます。もう一つ、こちら、チキチキボーン鶏皮チップスでございますね。しっかり、味付けがしてあるので、非常にお酒に合います。開ければ出来上がり。ということで、完成でーす。それではまずね、ちょっと味見をしていきます。これね。うん。キムチ仕立てなんですけど、酸味が強めで、そんなに辛くないですよね。そしてこちら。鶏皮チップス。うん。これもパリパリでね。さあ、というわけで、こんなに、お酒に合いそうなものを前にして飲まないわけにはいかないということで、本日のお飲み物の方を紹介していきたいと思います。本日のお飲み物は宅飲みの相方、金麦でございます。こちらの秋の味ってことで、秋の味できましたってことでね、秋の味できましたってことで、糖質 75% オフの、いい具合に注げましたよ。それでは、いただいていきましょうかね。乾杯。くー、たまんねー。さあ、おつまみの方もいただいていきましょう。フライドチキン仕立てのね、味付けが、フライドチキン本当に食べてるっていうような感じにしてくれますね。この金麦も、普通の金麦に比べれば、当然若干雑味とか、そういったものが入ってくるんですけども、この味でね、75% オフっていうのは本当にすごいと思います。あー、鶏皮とね。ということで、まだおつまみは残っているんですけれども、一度ここで締めさせていただきたいと思います。大豆フライドチキン。予想以上にフライドチキンっぽさはあります。ただね、ちょっと食感が、肉肉しさがないので、そこが寂しいかなと思いました。ただ、味付けはめちゃめちゃビールに合いますので、ぜひとも買って試してみてください。ということで、この辺でお開きさせていただきたいと思います。
最後は337拍子で締めさせていただきます。それではお手を拝借よー。